わき市出身、フォーク社伊佐治式、このお二人のユニット、西川ミーツフォークです。ぜひ拍手でお迎えください。色だけじゃないの。どうもこんにちは。こんにちは。西川ミーツフォークです。天気が良くなって ありがとうございます、ね、天気が良くなって本当に良かったです。ですね、これから、集会の前、皆さんが、歩かれる前、ちょっと音楽で和んでいただいて、そしてちょっとふつふつと来るような思いを、共有できたらなと思っています。よろしくお願いします。では帰れない街という曲です。大地に寝転び何事もなかったような空を見る。同じ晴れた空の下、帰れない街がある。もうすぐ春の花盛り、そよ風うれし並木道。同じ花咲くあの街に、帰れない人がいる。目に映らない災いは続いている。どうぞ忘れないでください。歩き何事もなかったような海を見る。同じ波打つ海のそば、帰れない街がある。もうすぐ春の花祭り、寄せては返す人の波。同じ波打つ海のそば、帰れない人がいる。目に映らない災いは続いている。どうぞ忘れないでください。確かなことがある、災いはまだ続いている。同じ過ちを繰り返し、寝転び何事もなかったような空を見る。同じ晴れた空の下、帰れない街がある。すいません、モニター、ギターのモニターを下げてください。
では小さな歌という曲です。大変失礼いたしました小さな歌というのはフォーク社伊佐知識さんの作った曲なんですが、その前に、フォスターさんという大変有名な、草競馬とかをね作った方の、曲です。今の時代にも当てはまるのではないでしょうか。ハードタイムスカムアゲインの佐藤君、ギターの森田持って下げてください。
あと僕のボーカルも下げてください。はいはいはい、はいはい、あ、おふい、はい、どうぞ、いきますか、はい、小さな歌です。
良い天気でおめでとうございますもうすぐ終わりますから頑張ってください。それではですね、これから、パレードへ、パレードに参加して歩くであろう、皆さんにパレードという曲を送ります。春の嵐の
最後の曲になりました。なんだか世の中がものすごいことになりすぎて、なんか SF 映画のようで、だがしかしこれは今始まったことではないような感じもあり、もうニュースなどを見ては精神不安定になっている毎日なんですが、精神不安定になっている場合ではないなどという感じもあります。できることがどのぐらいあるのか分かりませんが、できることと思います。重荷を下ろす時という曲で、お別れいたします。西川みつほぐでした。
風景小さな歌おうか明日は笑おうか歩き始めたこの子らのために我慢を してコンサートに来ていただければと思います。本当に素晴らしい歌でした。ありがとうございます。よろしければ CD とかコンサートとかもし何か PR 情報ありましたらぜひお願いします。ありがとうございます。今日はすっかり油断をしておりましたが、このバンドではですね、今月26日の火曜日に東中野の地味編という素敵なお店でコンサートがございます。 Facebook とかもろもろねやっておりますので、ぜひチェックして音楽を楽しみに来ていただければと思います。ありがとうございました。西川ミーツフォークでした。フォーミュークス。改めまして西川ミーツフォークのお二人どうもありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。はい、それでは集会の方を始めていきたいと思います。本日司会を務めます NGO ピースボートの畠山澄子です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、繰り返しになってはしまいますが、簡単なアナウンスだけまずさせてください。本日会場内トイレございます。ステージ後方に常設仮設トイレございますのでご利用ください。禁煙は NG となっております。禁煙できません。くれぐれもご理解ご協力ごめんなさい失礼いたしました。禁煙ですね。はい、タバコを吸ってはいけませんということが言いたかったことです。喫煙は NG になっておりますので禁煙にご協力ください。失礼いたしました。それからゴミはお持ち帰りいただくようになっています。ゴミ箱ありませんのでゴミはお持ち帰りください。コロナがまだまだ広がっていますので集会中のマスクの着用、それから体調に不安のある方は、ちょっと途中でも帰られるとか体調管理していただきまして、可能な範囲でフィジカルディスタンスへのご協力、隣の方と距離を取ってということにご協力いただけたらと思います。それでは 4.16 さようなら原発首都圏集会始めていきたいと思います。本日はお集まりいただきまして本当にありがとうございます。ロシアのウクライナ侵攻から2ヶ月が経とうとしています。本当にニュースを見るとですね、日々状況が厳しくて、避難をしている人もしていない人も置かれている状況がどんどん厳しくなっていくように思います。でまた避難をするしないも本当に難しい決断で、私も NGO ピースボートの仕事を通してたくさんのウクライナの人たちと出会ってきまして、今もやり取りを続けている人たちがたくさんいますが、
どういう言葉をメッセージで送るのがいいのかわからないというような状況が続いています。でそんな中、市民団体、市民社会としてどういうことをするのがいいのかいいのかというのも本当に日々迷っていてですね、戦争反対と叫んでこの戦争が止まるのかというようなジレンマもないかと言われたら嘘になります。ただやはりこのウクライナの情勢を見ながら、これまでなかなか考えてこなかった原発だったり戦争のことを考えるようになったんだっていう、まあ良くも悪くもですけれども、若者がたくさん周りにいたりします。あるいは先日、子どもたちと関わる仕事をしている友達と話していたんですが、日々の授業で小学校でも中学校でも SDGs だったり命の安全っていうことをたくさんやってきているのに、こんなに簡単に平和が大人によって壊されてしまうのかと、本当にがっかりしている子どもたちがたくさんいるという話を聞いて、やはり私たちは戦争はダメで原発はダメであるんだということを叫び続けるというのがやはり求められているのではないかというふうに強く強く今感じています。ですので今日はこうしてたくさんの皆さんにお集まりいただきました。天気も味方をしてくれています。ですので集会そしてデモを通して声を大にして戦争反対、さよなら原発、原発はいらないというメッセージを発信しながら、メディアにも取り上げてもらい、世界中にこのメッセージを発信していけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、呼びかけ人、さよなら原発の呼びかけ人、鎌田聡さんから開会の挨拶をいただきます。鎌田さん、どうぞよろしくお願いします。皆さんご苦労様です。昨日まで寒くて雨が降っていたんで心配してましたけど、こういう、春らしいのどかな天気になって恵まれているというふうに思ってます。しかし今世界の状況は本当に、悲惨な状況が続いてまして、まあこれからロシア軍は本格的にウクライナに侵略の攻撃をかけるというふうなことが公然と言われてまして、それに対して私たちは何の肌身にもなってない。これから大量破壊と大量殺人、虐殺が起きるというのが予期され予想されていながら、それを私たちがその中で孤立させて戦争反対の声を上げ、戦闘反対を戦争反対で止めていくっていうことができないということが本当に残念でなりません。こういうふうに戦争が公然と行われていく、それもミサイルを何千発も飛ばして軍艦も沈めて、第二次大戦のような大戦争になっていくというのを私たちは止められないというのはとても残念に思っています。バイデン大統領はホロコーストと、言ってますけど、しかし考えてみればホロコーストと言ったら私たちは広島、長崎、あるいは東京空襲で大量破壊と大量殺人を体験してきています。そういう体験がありながらもこの戦争を止められない、そしてこの戦争にあたかもチャンスとばかり、まるでカズマ泥棒みたいにこれから軍備を強化していく、あるいは日米同盟を強化していく、そして核も持つ、核禁止三原則を破って作らない、持たない、持ち込まないという非核三原則も破って、とにかくアメリカの核を据えて戦争に備える、核に対して核で戦うという安倍総理や、それから自民党の右派の世耕とか高市とか、そういった、そういう人たちがまるで水を射た魚のように張り切っている、そういう集体も見ているわけです。本当に残念です。今度のこの
ロシアのウクライナ攻撃によって明らかになったのが核を使うかもしれないという恐怖と、それから原発がいかに危険な存在であるのかということを私たちは身にしめて感じています。例えばチェルノブイリを侵攻したロシア軍がチェルノブイリの被災地に塹壕を掘って、戦争のために塹壕を掘って、そして大量に被爆しているということを、知られています。とにかく核は最も悲惨な戦争を作るだけでなくて、戦争の中で原発が核爆弾と同じような役割を果たしていく、そういうことを如実に今現場で、感じているわけです。本当に一日も早く原発を止める、そして核を持たない、非核三原則を徹底する、そして核兵器を撤去していく、廃絶していくということと、私たちの反原発、脱原発、そして自然エネルギーに変えていくという平和の運動をさらにこれからますます大きくしていく、そういうことが問われている、迫られているというふうに思います。ですから今日の集会、本当に久々にこういう集会が開くことができまして、次は9月にまた代々木公園で大きい集会、さらに大きい集会をやりますけど、とにかく私たちは産まずたゆまず、そして原発がなくなる日まで、そして戦争が全てなくなるまで何とか頑張っていこう、そういうふうな思いを込めて今日亀戸までの道を歩いていきたいと思います。亀戸までを歩きながら、とにかく戦争反対、原発反対、原爆反対を訴えていきたいというふうに思います。皆さん共に歩いて頑張りましょう。ありがとうございました。鎌田さん、どうもありがとうございました。この後5名ほどの皆様から各テーマについてご発言いただいた後に、2時半をめどにデモに出発していくというのが本日の流れになっております。ここで1名紹介いたします。原発ゼロの会から立憲民主党の山崎誠議員です。ご紹介いたします。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。そうしましたら早速ですが、東電刑事裁判と汚染水の海洋放出について、福島原発刑事訴訟支援団の宇野紗恵子さんからお話しいただきます。宇野さん、どうぞよろしくお願いいたします。だって連合に怒られた。皆さんこんにちは。久しぶりのリアルの集会で、こんなにたくさんの人と一緒に立てるのがすごく嬉しく思います。よろしくお願いします。11年前に始まった福島原発での3基のメルトダウン、大量の放射性物質が環境中に解き放たれました。福島県の3分の2が放射線管理区域以上の汚染にさらされ、東日本の広大な地域が放射能によって汚染される事態となりました。汚染状況重点調査地域までだけもを考えても、700万人の人々が暮らす大事な土地が汚染されました。強制避難となっていくつもの町の住民全員が立ち退けなければなりませんでした。すべてを置いて町が空っぽになりました。その避難は想像を絶します。過酷な避難の過程で命を落とした方々がたくさんいました。今も少なくとも6万人以上が避難生活を続けています。私たち家族もその中の3人です。震災関連死は3786人と報道されました。そのうちの 62% が福島県民だそうです。
子どもたちの甲状腺がんは福島県だけでも293人、10万人あたり 0.2 人と言われていた子どもの甲状腺がんは1万人に1人以上という多発となっています。今年に入り甲状腺がんとなった6人の若者たちが勇気を振り絞って裁判を起こしました。みんなで支えていきたいと本当に心から思っています。発災当時、毎日7000人もの人々が被爆をしながら事故現場で働きました。それは毎日毎日今も続いていて、今も毎日4000人以上の人々が働いていると言われています。事故で命を失った人、過労死で亡くなった人、白血病など病に倒れた人、裁判も起きていて、皆さんこの被爆労働の人々も私たちは支えていきましょう。今もこの核災害は続いています。昨年の4月、政府はこの事故現場から発生している燃料デブリに触れて放射能汚染された汚染水をある程度処理して薄めてから海に投棄するという方針を発表しました。トリチウムは安全だというのです。他の各種は取り除かれていると説明されていましたが、実際には7割以上が基準値以上の放射性物質がたくさんあるということが判明しました。政府はこれらの放射性物質を処理して浄化して薄めて基準値以内にした上で来年にも投棄すると言っています。危険すぎてメンテナンスもままならない浄化装置は本当にそのようなことを故障するのでしょうか。広い海にひとたび思いを馳せれば、私たち人間がどれだけこの海を愚かに汚染し、生態系を破壊し、気候すら破滅的に変えようとしているのが分かります。海に都合の悪いものは海に水に流せばいいと無邪気に言えないことは明らかです。私たちはこの汚染水海洋放出を何としても止めていきたいと思っています。本当にこの悲惨な原発事故はどうして引き起こされたのか、その結果何が起きたのか、真相を知り検証すること、責任を問われるべきものが責任を問われ償い改めることを多くの私たちは強く強く願いました。それが次の過酷事故を防ぎ、そして今も続く被害の拡大を食い止める礎となるからです。その深い願いで私たちは瞬く間につながり、2012年には1万5000人もの大国訴団を作って東電の幹部を相手に集団告訴をしました。2回の不起訴にもかかわらず、2度の検察審査会のおかげで市民の力で強制起訴、2016年に刑事裁判が始まりました。この中で私たちはたくさんの重要な証拠証言を目にしました。この裁判の中で明らかになったのは、東電の中で2002年から国が言っていた長期評価に基づいて大きな津波に対応しようとした人がいたこと、この動きを被告の経営陣であった3人は先延ばしにし続けたこと、一貫して単にコストを減らし原発を動かし続けることに固執したこと、真剣に現実に事故を回避しよう、被害が生じるのを食い止めようという気持ちは彼らの頭の中にはなかったということでした。
2019年9月東京地裁の判決を聞いたとき、私は本当にショックでした。全員無罪。その判決を聞いて、私の頭の中にはぐにゃりと曲がった鉄骨をあらわにした3号機のあの悲惨な姿が目に浮かびました。あの3号機のようにこの国の司法は原子力を利用する推し進める力に一番大切な真実と法の正義をも歪められてしまうのでしょうか。本当に暗い荒涼とした荒野に立っているような気持ちでした。あれから控訴審が始まりました。私たちは祈るような気持ちでこの推移を見守っています。しかし前回の公判では重要な証人調べ、現場検証は必要ないと裁判長が告げました。そして次の6月6日の公判で結審すると言ったのです。私にはまるで苦しい真実を見たくないと目をつぶり耳を塞いでいるようかのように見えて本当に心配です。判事の皆さん、勇気を持って目を開き、これまで明らかになった証拠、証言を曇りのない目でもう一度見てください。全国の裁判所で繰り広げられる民事裁判も進んでいて、いくつかは最高裁に進んでいます。昨日一つの公判が開かれました。これら最高裁ではこの事故の国家の責任の判断が下されようとしています。東電の株主の方々が起こしてくださった裁判では、判事たちは現場を検証し、被告の言い逃れに鋭く切り込む判事たちの奮闘を見ることができます。東京高裁第10刑事部の判事の皆さんにも、どうか独立した司法の誇りにかけて公正な判決を心から望みます。ここにいる皆さんに大切なお願いがあります。6月6日の公判までに私たちは緊急署名を集めようとしています。昨日始めたばかりです。一審判決を破棄し、公正な判決を求める署名のお願いをしたいと思います。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。そしてたくさんの人にこのことを伝え、たくさんのみんなの深い願いをこの署名に込めてください。署名のお願いにはかわいいお相撲さんのイラストが載っています。これは福島出身の力士若隆景の先日の素晴らしい取り組み、土俵際で粘って粘って最後に勝ったあの取り組みに勇気をもらって、私たちも土俵際で粘って粘って、そしてこの国に暮らす私たち全員の勝利を得たいと思っています。皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。宇野さん、そして皆さん本当にどうもありがとうございました。ぜひもう一度応援のエールをお願いいたします。続きまして、昨年サイクル阻止1万人訴訟原告団事務局長の山田清彦さんから、昨年量サイクルの破綻と下北の現状についてということでお話しいただきます。山田さん、よろしくお願いします。ご苦労様です。私ども3年前にですね、止めよう再処理100万人署名ということでスタートを切って、翌年の4月9日には、集まった署名を提出しようと思ったんですが、コロナの感染があって、今年も去年もできないということで、今年、4.9 の集会もオンラインでやるということになりましたので、実は 2日前にですね、昨日ですね、署名を持ってきました。528,278筆、北海道から九州まで多くの方の署名を私どもカウントして、届けてまいりました。昨日そのことで
中央公社もやったわけですけども、経産省、そして規制委員会、それぞれがですね、お話を聞いていても、残念ながら明確な答えはないんですけども、ただ、あるのはですね、私ども、青森でやった時、大体13の団体、事業者に対して申し出などをしますが、大体中央交渉を行うことはないので、大体上の方に伝えるで終わってしまう。で、それをですね、今回、直接、聞けた、そしていろいろなお話が聞けたということは、一つの、いい答えはもらえなかったけども、そういう形で広げることができる、青森に帰って報告できる内容ができたかなというふうに思っていますので、ここは一つメリットがあったと思います。それから私が今日は、紹介されているのは、核燃サイクル阻止1万2000兵を原告団事務局長ということでありますが、実は、もうこの裁判がですね、30年近く抱えています。まだ一審で、判決の見込みがない。で、ついこの間、これまで規制委員会の審査があったもんだから何も答えてこなかった人たちが合格証が出た途端に、まあ、これからお話ができる内容ができたということなんですが、年に4回しか裁判やってませんけど、10期ずつぐらいは自分たちがお話をしたいと言い出しました。つまり2年半はこれだけで自分たちの反論だけでかかるんだという話でありまして、とんでもない話なんですけども、そこに加えて、これは国が相手ですけども、そこに加えて日本原燃が今度は、原告の側に自分たちが参考人という立場で加わりたい。つまり判決の先延ばし、2年半じゃなくて3年4年かかるんだよっていう話を今一生懸命してるわけです。で、これまでは30年近く裁判やってるのに、日本原燃は今まで一切そういうことに加わってなかったのに、これから加わっているということでありまして、最終的な判決が出るまで、これから証人尋問とかいろいろあるわけですけど、果たしてそれで間に合うかどうか分かりませんけども、そんなことを裁判を私たちは続けてきましたし、これからも続けていって、ぜひとも勝ちたいなと思っている最中でございますので、その旨伝えておきたいと思います。それから最後になりましたけども、6月の12日投票日になります6カ所の村長選挙があります。で、いろいろ経緯があって、最終的に私が、6月7日7日にですね、立候補を表明するということになると思います。今準備中でありますので、まだ候補予定者でありますが、一応現職と3期目を目指す現職、6カ所村長選挙の現在3期目を目指している方が出るのと、それに対する、まあ、私が一人ということで1対1の戦いをして、その中でやっぱり私たちがこれまで培ってきた6カ所再生工場が起きたら動いたら大変だという話を大きな声を上げていきたいと思います。そのために、皆さんのいろいろな思いがあると思います。6カ所の村長選挙に、もしくは6カ所の再処理工場、よくわからないかもしれないというところがあるかもしれないので、いろいろなネットとかさまざまなところで今学習会も企画してますので、ぜひそういうところを見ていただいて、原発とは違うもっと怖いんだというあたりをですね、広めていって、再処理工場は絶対に動かさないということを公約にして戦いたいと思います。どうかよろしくご支援をいただきますように、よろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございます。玉田さん、どうもありがとうございました。はい、ここで、カンパのお願いになります。今回のこの集会のためのカンパ、この会場で募らせていただいております。今からスタッフがピンクのカンパ袋を持って回らせていただきます。ぜひご協力いただきたいと思っております。本当に今運動とか活動っていろいろな方法があり得ると思うんです。で、私の世代なんかもネットとかよく使います。ただ一方で、そういったネット上で議論をこねくり回すだけではなく、やっぱりこうやって集まってダメだという思いを共にするということは、やっぱりやめてはいけないのではないかと思っています。
ですので今後も定期的にこのような形で集会という形で市民の声を示していけるようにぜひ会場で行っているカンパにご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは続いて東海第二原発差し止め裁判について、東海第二原発差し止め訴訟共同代表の大石光信さん、そして、訴訟に関わっていらっしゃる皆さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。東海第二原発運転差し止め訴訟原告団でございます。ちょうど1年前の日比谷の公園の集会で報告させていただきましたが、昨年3月水戸地裁は東海第二原発を運転してはならないという判決を下しました。この判決は福島第一原発事故を重く受け止めた判決だとお話しさせていただきました。日本原電が控訴し、住民側も控訴して、戦いはこの東京の高裁に移りました。ところが1年経ってもまだ裁判が始まりません。裁判長が8月で定年退職されて交代するということもあるのかもしれませんけれども、弁護団の皆さんが頑張って分厚い控訴理由書を作ってくれたことも考えざるを得ない。どういうふうに東京高裁を進めるかを裁判所も考えざるを得ない事態になっているのかと思います。それにしても今年中には東京高裁での裁判が始まることは確かです。東海第二原発の原告団は地元茨城だけではなくて、東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、それから九州まで含めて原告団がおります。地元の運動とともに今東京の原告団を中心に東京高裁での戦いを準備しているところです。一審の水戸地裁判決は、福島第一原発事故を教訓にするならば、規制委員会が許可しても住民が避難できる実効性ある避難計画ができなければ運転してはならないという判決でした。この水戸判決の判断枠組みを採用すると、全国の原発が動かせなくなります。東京高裁はこの論理を潰しにかかってくることは間違いありません。主戦場が東京になるにあたって、首都圏住民の関心も裁判官に大きな影響を与えます。どうか皆様の関心を寄せていただき、期日が開かれる際は東京高裁に来ていただけたらありがたいです。よろしくお願いします。さて、福島原発事故からすでに11年経ちますけれども、多くの皆さんの大変なご苦労の戦いで、ようやく福島原発事故が何だったのか、誰によって引き起こされたのか、責任は誰にあるのか、このことが皆さんの戦いでようやく明らかにされようとしてきています。この皆さんの戦いがなかったら、皆さんの目がなかったら、おそらく国と電力資本は全てなかったことに、自分たちの責任はなかったことにしたというふうに思います。その点でこの10年の皆さんの戦いが真実を明らかにしていく、この戦いだったというふうに思います。福島の皆さんを中心にした刑事告訴から始まった刑事裁判の過程で、ようやく
本当の事実というんですか、真実がですね、あの刑事裁判での裁判の過程で次々と明らかにされました。あの事故が電力会社の過失、国の不作為による人災だったということ、このことを歴史にしっかり刻んで加害者責任を果たさせる、このことが今10年を経てようやく焦点になっているというふうに思います。東京高裁刑事裁判での判事はしっかりそのことを胸に刻んで判決を出してほしいというふうに思います。またこの刑事裁判で明らかになった事業者過失、国の過失、証拠も生かされて福島の被害者の皆さんの賠償訴訟がようやく最高裁の判断のところに来ています。すでに事業者責任については確定して、国の基準を上回るものが出されました。加害者が被害額を決めるような制度に対して被害者がノーも言ったこと、この成果だというふうに思います。もう一つの国の不作為による国家賠償責任、これは今千葉訴訟、福島の生業訴訟、群馬訴訟について最高裁で意見陳述が行われております。原発事故の責任をめぐっての被害者の皆さんの10年の大変なご苦労の到達点だというふうに思います。企業の株主としてのから責任を追及する東電株大訴訟の7月判決も、福島の現地の現実をその目で見た裁判官がどのような判断をするか大変注目しています。東海第二原発の再稼働を裏で操っているのはあの事故を起こした東電です。株大訴訟と合わせて柏崎刈羽を再稼働させない戦い、東電の責任をはっきりさせることは東海第二原発の再稼働の基盤を崩すことになります。福島で被爆した子どもたちが勇気を出して声を上げた311甲状腺がんの裁判も私たちが歴史事実として刻み込まなければいけません。これらは皆、この10年の戦いは皆福島第一原発事故を二度と繰り返さない加害者の責任をはっきりさせる戦いだというふうに思っています。福島第一原発事故では茨城、千葉、そして静岡、首都圏全体が被爆当選をもたらしました。いよいよ首都圏の原発、東京から110キロの東海第二原発で事故があるとき、そして近隣の隣接する恐ろしい高レベル廃液を処理できないまま残っている東海再処理工場への複合災害となれば首都壊滅となります。ただで再首都直下型地震に備えなければいけない首都防災において、原発震災となればもうお手上げです。福島第一原発事故という歴史経験をどう教訓にするかをめぐる10年の戦いを経て、すべての原発、そして核をですね、廃絶することに向けて私たちも最高裁まで頑張りますので、どうか関心とお力添えをお願いします。東海第二原発差し止め訴訟の原告団からのアピールとさせていただきます。大石さん、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。集会始まってから会場にいらっしゃった方もたくさんいらっしゃいますので、簡単な案内をさせていただきます。本日会場後方でですね、
さよなら原発実行委員会参加団体のブースが出ております。この後集会後でも出発まで多少時間あるかと思いますので、各ブースで行っている活動紹介や署名活動、チラシなど受け取っていただき情報を得ていただければと思います。それから繰り返しになりますが、トイレこちらステージの後ろの方にあります。常設仮設合わせていくつもありますのでご利用ください。それでは続きまして、ロシアの侵攻と原発選挙について原子力資料情報室共同代表の坂秀行さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。ウクライナ侵攻、ロシアによるウクライナ侵攻、これは私にとってはちょっと意外で驚愕でした。まあそれ以前から可能性は指摘されていましたけれども、まさかと思うところがあって、おそらく侵攻はないだろうと思っていましたが、その期待は完全に裏切られ、ロシアによる、ウクライナへの侵攻、しかも、チェルノブイリ原発を最初に襲うと、こういうふうなことで余計に、驚愕したわけであります。このチェルノブイリ原発というのはもうあれ事故から36年も経つので、皆さんもご存知のない方、あるいはもう小さかった頃に起きた事故ということで、いらっしゃるかもしれませんけれども、1986年の4月の26日に原子力発電所4号機が核暴走爆発事故を起こしました。いわば小さな原爆が落ちたのような感じですね。そしてこれまでに、これはいろんな情報があるんですけれども、公式には300人ぐらいの死者しか発表されていませんが、実際のところは数千人、あるいは数万人の方がこの事故で亡くなった、もっと大きな評価では数十万人という評価もある、そんな事故でした。おそらくロシアの人たちも、もうその兵士たちはそんなこと知らないんですね。ですから侵攻してきて、そこは30キロ圏内は無人居住禁止区域ですので、非常に侵攻はしやすいというところもあるでしょう。そして侵攻してきてキエフへの、一つの、拠点というふうなことだったんではないかと思いますけれども、塹壕を掘ったりなんかして、その兵士の非常に深刻な放射線障害が起きているという情報もあります。どこまでが本当の情報なのかというのは、ロシア側が発表する情報、ウクライナ側が発表する情報、特にそのウクライナのいわゆるネオナチスと言われるような、人たちの情報にはちょっと過大なところもあり、どこまでが本当のことなのかというのは、この情報戦の中でわからないところもありますけれども、今後、国際原子力機関等が調査をすることによって、その辺のところは明らかになってくるんではないかと思います。その戦争は拡大し、実際のところを無差別攻撃へと進展しているという、こういう事態になっています。でこれについても戦争犯罪だということで調査が入るので、おそらくその無差別攻撃が、ロシア軍による無差別攻撃というのは明らかになっていくだろうと思います。戦争について言うと勝者はいないというふうに言われていますよね。ウクライナは報道で見る限り、非常に多くの町が破壊され、おそらくこれを復興していくのには非常に大変なこと、経済的にも人の点からでも人的な面からも非常に大変なことだと思いますし、他方ロシア軍にしろ、あるいはロシアにしろ、膨大な戦費を使っているわけですから、ここも大変であって、結局のところいわゆるショックドクトリンといいますか、三次便乗主義的な便乗主義による資本というのが入り込んできて、非常に困難な中にどちらも入っていくんではないかと、危惧しています。そういう意味で勝者はないということだと
確信していますが、まあ鎌田さんの話にもありましたように、その進行を私たちは止められないでいる、まあ、しかし声は微力だけれども、やはり平和を求める声、撤退を求める声というのは上げ続けていきたいと思います。この侵略によってもう一つ本質的なことが明らかになったと思います。それは原子力施設、これが戦争によって攻撃されたということですね。日本の原発も戦争状態なんては想定していません。したがってもし攻撃されればひとたまりもないということです。でそのことの一つがチェルノブイリ、先ほど触れましたチェルノブイリです。まあ、チェルノブイリについて言うと、その86年の事故以降、私たち、いくつかのグループが集まって原発止めよう東京ネットワークというの団体を作っているんですけれども、その東京ネットワークが今年4月26日午後6時半から1時間、衆議院第二議員会館前で、キャンドルアピールというのを行いますので、関心のある方はぜひご参加ください。もう一つは東の方にありますザポリージャ原発、これはここの攻撃ですね。このザポリージャには6基の原子力施設があって、3月4日未明ロシア軍が攻撃するときには1機が動いておりました。あとは止まっていたんですが、現在は2号機と4号機が運転中だということです。そして、その攻撃によって、原発を制圧し、現在、ロシアの管理下に置かれているという状態ですね。そして攻撃の時には、まあ、報道によりますと、まあ、ウクライナ側の報道によりますと、兵士たちは原子力施設が何たるか、あるいはその危険性というのは全く知らされてなかったということです。そして、実際に攻撃によって1号機が被弾しました。さらに使用済み燃料の貯蔵建屋も2発被弾したということです。もしここで当たりどころが悪かったり、例えば1号機の原子炉を貫通していたりすれば、非常に大きな被害、放射能拡散をもたらす被害に進展していただろうというふうに思われます。その点からすればですね、まあ、大きな事故を免れたのは不幸中の幸いというふうに言うことができるかもしれません。しかしロシア軍が管理を続けることによって、いわゆる電力というライフラインを掌握しているということ、もう一つ大きな問題は、いつでもこの原発を爆破、破壊することができる、そういう意図的な破壊は、おそらく放出される放射能は福島の火ではなくって、その10倍以上も大量の放射性物質がまき散らされることになると思います。そういう危惧ということが今回の攻撃で分かったわけです。そのような状況にもかかわらず、広がって日本を見てみると、まあ、止まっている原発も含めて54基があり、このどれかが攻撃されれば、ひとたまりもないということも明らかになっている。そんな中で、実はそのこのロシアの攻撃によってエネルギー価格が高騰し、天然ガス、その他石炭、石油等々、したがってその原発を再稼働すべきだというふうな声が一部に上がっているという、これはとんでもない方向違いのあってはならない議論が起きているということです。私たちはこの戦争による原子力施設の攻撃ということをきちっと受け止めて、そして原発に頼ることなく速やかな脱原発、これはもうこの運動体の目指すところでありますよね。脱原発、そして再エネ 100%、 これを目指して、頑張っていきたいというふうに思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ここで一つ落とし物の声
こちら暑くて脱いじゃったよっていう方いらっしゃいますかね。あの落とし物として届いていますので、この後皆さん向かって右の本部のテントに置いておきますので、暑くて脱ぎましたって方いらっしゃいましたら、これ取りに来てください。そうしましたら、あのテーマの発表としては最後になります。ウクライナの支援について、日本 YMCA 同盟代表理事田口勉さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私ども日本 YMCA 同盟というのは世界120カ国に YMCA がございます。そしてロシアにもあります。またウクライナにもありまして、ウクライナでは25カ所でさまざまな青少年活動が行われていました。そしてその24日に侵攻した翌日から、ウクライナの YMCA は避難誘導、避難者の支援をしています。そしてまた近隣にあるポーランド、ハンガリー、モルドバ、さまざまなヨーロッパ YMCA 同盟というのがありまして、そこにヨーロッパの32カ国が加盟してまして、この日から避難誘導、そして自分の家を空けて避難者を受け入れているというようなことであります。そういう意味ではロシア、そしてウクライナにある YMCA は、私たちは NGO の一員としてノンガバメントオーガニゼーション、政府を超えて広く市民として同じ平和をのために行動する者として、一人一人の命を守り、避難に、導いているところであります。その中でですね、2月の24日の夜に日本で住むウクライナ人の若い夫婦に赤ちゃんが生まれました。そして新しい命を育てるために自分の国に残る母に連絡をしたところ、ウクライナにロシアの侵攻が起きたということで、新しい命が生まれると同時に母の命が奪われるかもしれないという危機にさされていました。そして赤ちゃんが生まれたばかりの若い夫婦は、昼間は仕事をしながら幼児の世話をして、夜中になると母親の避難の説得をしたりするわけでありますけれども、ウクライナの所得というのは日本に比べると5分の1と言われていますから、自分で渡航費やそういったものを用意してくるというなかなか困難な状態であります。そしてさまざまな手続きが必要ということで、ヨーロッパで避難者の支援をしているなら YMCA に何かできないかということでお声がかかりました。私どももすぐ即座にですね、ヨーロッパの YMCA の避難支援のために募金をしていましたけれども、日本の国内に避難をしたいという人の声を初めて聞きました。そして、たくさんの被災者がいる中でヨーロッパの YMCA に連絡したところ、ウクライナの YMCA が声を上げてくださって、さまざまにリビューやいろんなところで拾ってくださって、宿泊施設を整えて、そしてワルシャワまで来て、さまざまな手続き、日本に渡るにですね、ワルシャワまで避難してきて、また1週間ぐらいビザを請求したり手続きが必要なんですけど、そういったものを全部、同じ YMCA の仲間としてヨーロッパの YMCA の方々がやってくださったということで、そして日本にようやく、3週間ぐらいかかってたどり着きました。そして生まれたばかりの赤ちゃんとおばあさんが再会をするっていう場面を見ました。そのことをきっかけにですね、なかなか自分の財力や自分たちの日本にいても親を説得したり、そのための財政的な支援がないっていう中で、また行政がたくさんの支援策を今挙げていますけども、日本財団も挙げていますけども、さまざまな複雑な手続きがあって、在日のウクライナ人たちはその手続きをなかなかできないということもありましたので、私どもは手伝ってやっています。結果としてですね、26組70名近い方の避難者を支援しています。今日もですね、実は今日も十数名、日本に到着をしていて、私たちの仲間が今成田にいますけれども、その中のお一人はですね、ドネツクという、ロシアにほぼ占領されているという、地域でありますけれども、ドネツクにいる家族は、生後6ヶ月、3歳、12歳のお子さんを抱えた母親から、日本にいる姉から連絡があって、なんとか避難をということでありましたけれども、これは極めて困難でありましたけれども、ヨーロッパの YMCA もあの地域から難しいんじゃないかということでありましたが、
夜中に列車が出るということになりまして、6歳の、6ヶ月の子供を連れて、ハリキューとかいろんなところですね、ドネツクから、まあ、途中列車の、ここを通ってるっていう電話がかかるのですから、私たち夜中に寝られなかったんですけども、なんとかリビュー、そして国境を越えて、その方々はパスポートを持っていないっていう中でありましたけども、さまざまな手続きを経て、この方々も3週間以上かかってようやく、今日、到着する予定であります。その列車の通ったっていうのは先日ですね、あの駅にあのミサイルが落ちたって、あの駅を通ってきた方々なんです。ですから、その避難者の声を聞くと、ニュースに出ているこうことが本当にこう身近に日本に私たちがつながっていることを感じます。あのブッチャの攻撃で、あの 解放された日にですね、ようやく逃げられるということでブッチャから電話がかかってきました。またオデッサに、救助にミサイルが上がった時には、その地域に住む方を親族に持つ方から連絡がありました。ですので、この世界で起きていることが、すぐに日本のウクライナ人、私たちに身近に避難をしたいという声がかかってくるということになります。またこの SNS でですね、このドネツクの人たちも携帯でつながっているっていうですね、戦争の最中にあってもそういうこう、声を聞くことができるっていう、まあそういう体験をしていますけれども、避難してきた方々はですね、戦争ですので男性が出られないこともありますので、母子が圧倒的に多いです。そして日本に在住するウクライナ人も6割から7割が女性が中心の家族が多いです。女性が多いです。で、母子家庭でありますけれども、なんとウクライナは5分の1の年間収入って言いましたけれども、女性の大学進学率は 95% 以上。そして主婦という言葉がない。みんな働いてるのが当然ということなので、避難してきても皆さんみんな働きたいとおっしゃります。ですから弱い人っていう見方ではなくて、むしろ、お子さんを育てながらきちんと働いて、社会的なあのことを自分たちも社会参画していきたいという思いを強めています。ですから避難した方も、何か自分たちが声を上げたいというようなことをおっしゃっています。昨日ですね、今回、終わりという時間がありますが、最後に一言ですね、昨日あのカトリーヌさんという、バンズーラの奏者の方のコンサートが横浜でありました。その時に、3月に中旬に避難してきたお母さんが一緒に聞いておられました。で、一言、これだけ多くの人に支えられて今いることに感謝の思いを込めて、歌と思いを語ってくださいました。今ウクライナで起きていることは、自由が奪われていく、そして自分たちの文化やアイデンティティが奪われていく、むしろ奪われていると殺されているんだということをおっしゃっていました。そして日本の中で、日本に避難してきてますけども、いつまでも日本が自由に語れること、自由に自分の言葉が表現できること、自分たちの文化を豊かに守れること、表現できること、そういう平和なる世界を作っていってほしいという声を伺いました。そういう意味では、私たちがこの、平和を守り、そして声を上げていくことはとても大切だと思いますし、また今ロシアの、YMCA もそうですけども、国内にいるロシア人に対するヘイトが広がっています。そしてまた、彼らが民主化闘争、民主化やあるいはこの平和運動をすると、すでにビザが更新できなくなっているという状態もあって、声が上げにくく、日本にいるロシア人もそういう状況になっていることをお伝えしたいと思います。そういう意味では、広く市民として連帯していくことの大切さを強く感じますけども、ベラルーシやウクライナはこのチェルノブイリの経験をもって、私たちの福島のことにも、私は福島出身なんですけども、福島の被災された時、ベラルーシの基準だとかウクライナの基準を聞きながら職員だとか、いろんなことをこう学んだような思いがしています。ロシアの若い兵士たちは全くその核の恐怖、
原子力の恐怖、放射能の恐怖を全く知らない。そして、ちょっと大きな爆弾ぐらいしか思ってないロシア人が多いんだ。ロシア大使館関係者に、ロシア大使館で、かつて働いた方が聞きました。そう思いますと、私たちがこの広島、福島の経験を持った私たちが、この原発や放射能汚染の教育というか、子どもたちや広く世界に示していかないと、この核の問題や、あるいは原子力を発電を展開する国は安全性ばかりを言うということが続いていきますので、そういう意味では本当にこの悲惨なものをどうやって悲惨だということを伝えていくということがとても大切かなというふうに思っているところです。私も福島に、からに、あの東北東日本大震災の時に横浜に住んでましたけども、コンセントの向こうに福島があるとは気づいていなかったんです。それは本当に自分はコンセントの向こうに福島と原発があったんだなということを福島で出身でありながら思いました。それから私たちは、まあ、このような活動もとても大切です。一方で私どもの団体は60ある保育園を全てパワーシフトして自然エネルギーに変えていっています。それから自然の中で行うキャンプもパワーシフトをして、原発のエネルギーを使わない自然エネルギーに変えていくという行動として、私たちは原発はいらないんだということを生活行動として変えていきたいと今全国的にその運動を進めています。皆さんとともに、私たちがそういう電力を選んでいく、そうした行動も一緒にできればというふうに思います。本当に今日はありがとうございました。堀さん、どうもありがとうございました。それでは最後に閉会の挨拶ということで、さよなら原発呼びかけ人、作家の落合恵子さんです。お願いします。皆さんこんにちは。気持ちのいい天気ですよね。さっきからこの木を見てたんですが、日差しが当たるとグリーンが明るく輝いて、日差しがちょっと隠れるとちょっと深い色になっていく。当たり前のことですが、春が来てたんだと改めて思います。桜も残ってますし、来る途中に花水木がずっと咲いていたのも残ります。当たり前に生きて、当たり前に喜んで、当たり前にいろんなことを感じていて、ただし今回のプーチン政権のウクライナ侵攻について一体どんな言葉を私たち持ち寄るのか、同時に私たちは確認しました。原発のある国に人は生きているという事実をこれ以上耐える必要は全くないという事実です。いいですか、私たち耐えちゃいけないのです。ウクライナにいくつ十何基ですね、原発があります。それですらこんな風な恐怖を感じている。じゃあ日本はどうなんでしょう。今から11年前の春にどれだけの苦しみを多くの人々が背負って、同じようにその苦しみが一つも軽くならないまま11年が経っている現実を、もう私たち耐えちゃいけないんではないですか。いつまで耐えるのですか。今回若い方が多いんだって聞きました。そうじゃない人もいるかもしれませんが、私も若くはありませんが、あと何年元気で自分が声を上げることができるか正直分かりませんが、私が私に送ってあげられる唯一の宝物は、私戦ってきたものねっていう、それだけです。きっと皆さんもそうかもしれない。大した財産持ってる人いないだろうと心から思いますが、いらないじゃん、棺桶に持ってけないもんだから。だったら私たち権力と戦いましたという、それだけを自分の宝物としてちゃんと握っていきませんか。私たちもう被害者になりたくないですよ。福島の悲しみを繰り返したくないですよ。子どもたちが朝起きて鼻血出た、え、自分はっ
って悩まなきゃいけないような社会作ってはいけないはずです。同時に私たちは加害者になってもいけないですね。どこの国に対しても、どこの人に対しても、あるいは同じ国の中の人に対しても、加害者にならない自分というのも自分自身の誇りだと思います。私は70代です。で、感じるのですね、あと何年元気で叫ぶことができるか、書くことができるか、その何年の間に世の中は変わるかもしれないし変わらないかもしれない。でも変わらないからやらないって卑怯じゃありませんか。変わらないかもしれないけど、私は声を上げるって人が1人2人3人増えていくことで社会は必ず変わりうるものだと私は信じています。このウクライナの人々が苦しんでいるという状況に対して、まるでまるでです、その時を待っていたかのように核のシェアリングなんて言い出す人がこの国にいるんですね。元の首相です。私たち許していいんですか、こんなことを。どうして怒らないの、なぜもっと怒らないの。またこの時期に来て非核三原則やめようって言ってる人たちもいる。どうして私たちは怒らないのですか。怒ったからといって人生変わりませんと冷めたことをおっしゃる方いるけれど、私たちは怒り以外に、あるいは怒りを表明すること以外に自分の意見をどこに出すことができますか。次は選挙ですよ、出せるのは。ちょっとだけ力が入らないかもしれないけど、やっぱり今の政権変えなきゃダメですよ。変えないで何が始まりますか。核シェアリングを今嬉しそうに言ってるあの人からずっと続いてきた日々、これだけ一般の市民が苦しんでいる、福祉は削られて防衛費だけがボン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 膨らんでいく社会を、このまま私たちしょうがないねって思いますか。私しょうがないなんて思わないな。やっぱりおかしいと言い続け声を上げ続けるしかないじゃないですか。そうだってどっかから聞こえる。私も本当に一緒にやりますからね、レイチェル・カーソンという米国の亡くなりましたけれど、あの沈黙の春を書いた海洋学者であり作家の女性がいました。その彼女がこんな言葉を残してます。例えばこの緑でもいいです。もしこれが生まれて初めて見るものだったら私はなんて感じるだろう。同時にもしこれが自分の人生の最後に見るものだったらどう思うか、これを私は私に問いかけていきたいと思います。パンとサーカスという言葉ご存知だと思います。島田雅彦さんがこの間すごく面白い本を出されましたが、昔からある言葉です。ローマの時代からですね。一般の大衆はほんのわずかなパンとほんのわずかなサーカスを与えていれば政治にはものを言わないと当時の権力者も思っていたそうです。今の権力者も同じだと思いますよ。私たちにはわずかなパンとちょっとした娯楽を与えとけりゃ大丈夫だよ、あいつらは黙ってるよって。いいですか、これで。やだね、私は見せてやるよ、わずかなパンいらねえよ、わずかな娯楽もいらねえよ、私たちやっぱり平和をちゃんと自分で作っていくんだよって言いませんか。言っていきましょう。私たちが変えるしか変えられないよね、次の世代に向けても。よろしくお願いします。ありがとうございました。こちらさん、どうもありがとうございました。今日本当にたくさんの発表がありました。改めて感じることは、何も特別なことは望んでいない、慣れ親しんだ土地で安全な暮らしがしたい、健康を守っていきたい、それだけなのにそれが叶わない社会がもうずっと続いていて、それは戦争だったり原発の存在によって脅かされています。なので今落合さんからもありました、諦めたくなることもあるかもしれませんが、やはり諦めずに各地でそれぞれの方法で
行動をしながら声を上げ続けながら戦いながら、また時々はこういった形でみんなで集まって互いを支えながら大きなうねりを作って、まあ、維持し続けていければと思います。本日の集会は主催者発表2300人の参加ということになりました。本当にどうもありがとうございます。一方まだまだ集まれるとも思います。今後ちょっとまだ次の具体的な日程ここで発表できるものはないんですが、ぜひ次の集会の時にはもう一歩周りにも声をかけて集会盛り上げていければと思います。で最後この後のデモの流れについての説明があるんですが、その前に今日は主催者の方に許可をいただきまして私所属しているピースボートのグループのピースボート災害支援センターというところの募金をやらせていただくことになっています。デモの出発地点とそれから解散場所で募金集めますので、どうかご協力をいただければと思います。ピースボートずっと平和活動を続けてきている NGO です。でその戦争を経験した国として、それから原発事故、それから災害をたくさん経験してきた国として、市民として何ができるかということを40年近くにわたって考えてきました。で今このウクライナからどんどん逃れている人がいる中で、やはり公的な仕組みだったりそういったところからこぼれてしまうたくさんの市民の人たちを市民の力で支えたいということで、ルーマニアの現地のルーマニア平和研究所という団体と協力して人道支援を行っております。ウクライナからルーマニアに逃れた方へ生活支援のためのサポートだったり、あるいは今大変足りないと言われている医療品の提供を行っています。3月には実際にスタッフを派遣して現地のニーズに合った支援活動ができるということで、現地調査も行っています。すでにお金も届け始めていましてですね、実際に活動の結果も随時報告しながらやっていくような形になります。デモの出発地と解散地で募金集めておりますので、可能でしたらご協力いただきたいと思います。それでは今日は本当に 4.16 さようなら原発首都圏集会お集まりいただきましてどうもありがとうございました。この後デモについての説明がつくしさんよりありますので、つくしさんよろしくお願いします。実行委員会のつくしです。皆さん長い間お疲れ様でした。もう一踏ん張り街を歩きましょう。そして戦争を理由に原発を動かす、あるいは戦争の中で核の問題が脅かされる、そして地球の温暖化を理由にまた原発を動かそうとする、私たちの命が脅かされているこの問題について、これから私たちは町の人々に原発はいらない、戦争はいらない、ノーをノー原発ということを訴えていきたいと思います。デモは2時45分に出発になります。もう間もなく時間がありませんので、これから整列をしていただきますけれども、デモの出発はこの舞台向かって左側の、ところから出ることになります。出口に少し階段がありますので足元に気をつけてください。公園を出たら左に折れて、それからしばらくちょっとだけ歩きますとガードを過ぎると京葉道路という非常に大きな道路があります。その道路をまっすぐに西の方に進んでいきます。で途中で亀戸駅と錦糸町駅がありますので、もし足の弱い方がおられましたらどうぞご遠慮なく隊列を抜けてそこから電車に乗ってください。デモは5列になります。デモは5列です。それで最終的には錦糸町駅の少し先にある、大横川親水公園というところの、に降りていただき伝えましょう。皆さんも私たちのデモ行進に加わり、ウクライナ市民への平和を訴えましょう。ごめんなさい。撤退しろ。軍隊は撤退しろ。軍隊は撤退しろ。今すぐ撤退しろ。今すぐ撤退しろ。ロシアの軍隊は
ウクライナから撤退しろ。今すぐ撤退しろ。ロシアの軍隊は市民に銃を向けるな。ロシアの軍隊は市民に銃を向けるな。ロシアの軍隊は市民に銃口を向けるな。ロシアの軍隊は市民に銃口を向けるな。市民に銃を向けるな。市民に銃を向けるな。ウクライナの市民に平和を。ウクライナの市民に平和を。武器ではなく対話を。武器ではなく対話を。ウクライナの市民に平和を。ウクライナの市民に平和を。武器ではなく対話を。プーチン大統領は原発を標的にするな。原発を標的にするな。プーチン大統領は市民を標的にするな。市民を標的にするな。ウクライナの市民に平和を。武器ではなく対話を。ウクライナの市民に平和を。武器ではなく対話を。プーチン大統領は軍隊を撤退。これらは軍事目標として攻撃の対象となります。チェルノブイリ原発ではロシアの兵士が塹壕を掘り被爆しました。ウクライナの市民の命を守るため、ウクライナの子どもたちの未来を守るため、ロシアの軍隊による原子力発電所への攻撃をやめさせましょう。11年前、福島原発の爆発が起き、私たちの大事な東日本の広大な土地が汚染されました。今もこの核災害は続き、多くの人々が苦しんでいます。福島の子どもたち、福島県だけをとっても300人近くの子どもたちが甲状腺がんになりました。町が空っぽになり、いまだに復興の目処は立ちません。原子力発電所の事故がどんな厄災をもたらすか知っている日本の私たちだからこそ、ロシアが原発を標的にすることに強く反対します。
たちと一緒にウクライナ市民に平和が戻ることを訴えましょう。世界の紛争のあるすべての人々に平和が戻ることを訴えましょう。ウクライナの市民に平和を。ウクライナの市民に平和を。ロシアの軍隊は原発を攻撃するな。市民を攻撃するな。原発を攻撃するな。ロシアの軍隊はウクライナから撤退しろ。軍隊は撤退しろ。今すぐ停戦を。今すぐ停戦を。武器ではなく対話を。ウクライナの市民に平和を。原発は売らない。原発は売らない。核兵器も売らない。核兵器も売らない。精神を流すな。責任を汚すな。海の水の塩として残っています。チェルノブイリ原発ではロシアの兵士が悲惨を起こり被爆しました。兵士の中には今でもベラルーシの病院に入院している人もいるとのことです。ウクライナの市民の命を守るため、ウクライナの子どもたちの未来を守るため、ロシアの軍隊による原子力発電所への攻撃をやめさせましょう。市民への攻撃をやめさせましょう。皆さんも私たちと一緒にウクライナ市民に平和が戻ることを訴えましょう。皆さんも私たちのデモ行進に加わり、ウクライナ市民への平和を訴えましょう。総理です。ウクライナ市民に平和を。ウクライナの市民に平和を。ロシアの軍隊は原発を攻撃するな。ロシアの軍隊は原発を攻撃するな。原発を攻撃するな。原発を攻撃するな。原発はいらない。原発はいらない。私たちは福島を忘れない。私たちは福島を忘れない。私たちはさようなら原発。汚染水を海に流さないでください。汚染水を海に流すな。子どもたちの未来を守れ。子どもたちの未来を守れ。参加だ。
戦争反対、侵略やめろ、戦争反対、侵略やめろ、プレッシャー、原発いらない、再稼働反対、原発いらない、再稼働反対、汚染水を流すな、汚染水を流すな、さよなら原発、さよなら原発、子どもたちの未来を守る、子どもたちの未来を守る、原発再稼働させない、再稼働はやめろ、原発はいらない、福島は忘れない、子どもたちの未来を守れ、子どもたちの未来を守れ、原発再稼働させない、再稼働やめろ、ウクライナの市民に平和、ウクライナの市民に平和、ロシアの軍隊は原発を攻撃するな、市民を攻撃するな、市民を守れ、ロシアの軍隊はウクライナから撤退しろ、軍隊は撤退しろ、即時撤退、撤退撤退、今すぐ撤退しろ、市民に銃を向けるな、プーチン大統領は原発を標的にするな、原発を標的にするな、市民を標的にするな、市民を標的にするな、ロシア軍はすぐ今すぐ撤退、軍隊を撤収しろ、ウクライナに平和、ウクライナに平和、86年4月26日の旧ソビエト連邦、中高生の皆さん、今日はさよなら原発初研究会を各の亀戸中央公園で開催しました。発散された放射能は世界から11年になります。日本にも届きました。今日まだ福島の原発被害にあった人々は残念ながら現在まで取り戻すことができずに、旧ソビエト連邦そして独立したウクライナでは脱原発が進んでいません。脱原発が進まなかったため、いくつもの原子力発電所が現在まで稼働し、軍事目標として残ってしまいました。チェルノブイリ原発ではロシアの兵士が大量被爆し、まだ高レベルな放射線が残っていると言われる近隣の森で塹壕を掘り被爆したと言われています。
ウクライナの市民の命を守るため、ウクライナの子どもたちの未来を守るため、ロシアの軍隊による原子力発電所への攻撃はやめさせましょう。市民への攻撃をやめさせましょう。皆さんも私たちと一緒にウクライナの市民に平和が戻ることを訴えていきましょう。どうぞ皆さんも私たちのデモに加わり、ウクライナ市民への平和を一緒に訴えましょう。そしてこのロシアのウクライナへの侵攻を見て、なんと日本の中で
ウクライナの市民に平和を。ロシアの軍隊は原発を攻撃するな。市民を攻撃するな。原発を攻撃するな。ロシアの軍隊はウクライナから撤退しろ。軍隊は撤退しろ。今すぐ撤退しろ。ロシアの軍隊はウクライナから撤退しろ。今すぐ撤退しろ。ロシアの軍隊は市民に銃を向けるな。ロシアの軍隊は市民に銃を向けるな。市民に銃を向けるな。ウクライナの市民に平和を。ウクライナの市民に平和を。原発はいらない。
汚染水を海に流すな、汚染水を海に流すな、原発再稼働はやめろ、原発再稼働はやめろ、再処理工場はいらない、再処理工場はいらない、東電は福島の自己責任を取れ、東電は福島の自己責任を取れ。政府は原発被害者に補償しろ、原発はいらない、原発はいらない、汚染水を海に流すな、子どもたちの未来を守れ、原発再稼働はやめろ、原発再稼働はやめろ、ロシア軍は原発を攻撃するな、ロシア軍はウクライナから撤退しろ、ロシア軍は市民に銃口を向けるな、ロシア軍は市民に銃口を向けるな、プーチンは原発を標的にするな、プーチンは市民を標的にするな、ウクライナの市民に平和を、ウクライナの市民に平和を、ご通行中の皆さん、私たちはさようなら原発集会を亀戸中央公園で開催したパレードです。連日の報道にもありますように、ロシア・プーチン政権のウクライナ侵攻によって多くの市民が犠牲となっています。そしてロシア軍はウクライナのチェルノブイリ原発、ザポリージャ原発を中止占拠し、原子力施設に攻撃を加えるなど、ジュネーブ条約違反を行い、世界に衝撃を与えました。原発、原子力施設への攻撃は大規模な核災害を引き起こす危険性がある、一刻も早く武力の行使に原発占拠を止めるべきです。一方、福島原発事故から11年、世界10秒以内の重大事故は未だ回路の行方も見えない中、国や東京電力は潜水の太陽光施設を強引に進めて、
チン政権のウクライナ侵攻によって多くの市民が犠牲となっています。そしてロシア軍はウクライナのチェルノブイリ原発、ザポリージャ原発を武力占拠し、原子力施設に攻撃を加えるなど無名不条約を行い、世界に攻撃を行い、一刻も早く武力の行使、原発選挙を止めるべきです。一方、福島原発事故から11年、世界に類を見ない巨大事故は未だに廃炉の行方も見えない中、国や東京電力はアルプス処理水の海洋放出計画を強引に進め、再び福島の海を放射能で汚染しようとしています。